今回のお店は和歌山県橋本市。なんだかずっと前からここにあるような風格を備えたお店。入ってすぐは気づかないんですが、この店メニューの数がおかしい。ラーメンだけでも50個以上あるみたいです。しっとり系でチャーシュー&卵のオーソドックスですが、かなり美味しいチャーハン。山ほどあるメニューに真面目に向き合うと決めることはできません。今回は一番ノーマルなものをチョイス。濃いめ、醤油、ナルト、細麺ながられっきとした和歌山ラーメン。チャーシューの脂身の具合がちょうど良い塩梅です。ところで夜は居酒屋としても機能するこのお店。鶏もも、チーズ、紅生姜、3種に紅生姜を挟んでくるあたり、このお店は分かってます。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひいいね、チャンネル登録などよろしくお願いします。